今でも語り継がれている曾祖,祖母が亡くなって我が家に起こった。神経すり減る地味な修羅場。フェイク入り。修羅場その1。祖母の家に古い価値がありそうな大皿絵がある。曾祖,祖母が買ったもの。それとは別に。引っ越しする家、昔の大きな家は持ち出せないものをフリマのように売ったりしてたらしい。 似合った皿を祖母が気に入って数点購入していた。そのうちの一つに小皿 B があった。葬式が終わった後、どう見ても遠い親戚の一人が価値のある皿を持っているらしいという大雑把な情報を入手。実は、曾祖,祖母に預けていた皿があったと言い出したらしい。にややくもちろんないが、一応どれのことだ。と聞いてみたら小皿 B をご指名。 そりゃ、私が買ったやつじゃん、プギャーとなりどうい親戚は、親戚一同からフルぼっこ。祖母曰く小皿ビーだって、いい値段な品らしい。修羅場に。曾祖,祖母は、純金の地に純金の細工。貸してある昔の人にしてみれば、相当おしゃれな指輪をしていたらしい。曾祖,祖母は、自分が亡くなった時に、絶対に狙われると危惧しており。 そう祖母が生きている間に溶かして、全く、別の細工がしてあるネックレスにし、それを祖母にあげた。その時に混ぜ物も入れてごうと、純じゃない様にもしたらしい。光り方違うかららしい。案の定葬式してる最中も後も、ひっきりなしに出てくる。好きやらば引き出し探すやら、端子探すやら。あれは私が預けていたとか、もらう約束をしてたとか、あの手この手で。 祖母の耳元で囁ささやく奴やまでいたらしい。他にも、いろいろあったらしいが、祖母と母の思い出は、この二つが、強烈すぎで、他はれみたいなものだったらしい。指輪なんかは半年。一年湧いて出てきたとも言ってた。